尾張旭市が好きです。いわゆる健康寿命を維持したいなと思いますよ。あの市でやってるあのシルバーの筋トレ教室っていうのがね、今60カ所ぐらいあるのかな、市内で。まあそこには参加させてもらってますけどね。もともと自分がやっていたフィットネスインストラクターとこういった古武術、役所の近くの体育館のジムとかも結構利用させていただいてるんですけど、市の体育館とか球場とか、あとテニスコートとか、あのサッカー場とかいろいろあるんで、すごいあの運動やる若い子たちは充実している市だと思います。ウォーキングコースみたいのが市内 のあちらこちらに見られますし、看板とかもよく立ってますよね。あれを見ると、あ、動かなきゃなって終わり朝市は WHO の提唱する健康都市の理念に賛同し、いつまでも元気で生き生きと暮らせる街、健康都市終わり朝日を目指し、さまざまな取り組みを行っています。健康づくりの取り組みでは、街中でウォーキングを楽しめるよう、まるごとウォーキングの街を掲げてコースを整備したり、各種イベントを開催したりしています。一番いいなと思ったのは、今池のシンボルロードの向こうの今池外周コースがすごくお花も咲いていて良かったです。結構整備されて、ここの池なんかもね、遊歩道ができたということも一つの魅力じゃないかな。1週間に3回ぐらいは行こうよって言って誘いながら行ってました